皆さんこんにちは、ちかです。皆さんこんにちは、ちかです。今回は最近友達とかインスタフォローしてくださっている方とかに、ちか日本におるんとか、フライトってどんどんっていう質問を多くいただいていたので、最近の現状と、あとこれからこういう風にしていきたいなっていうのをお伝えしようと思います。お伝えできればと思います。去年の3月ぐらいからフライト先がどんどん減ったりとか、あと減便があって、数ヶ月ぐらい全然フライトがない時期もありました。で、普段は月に5、6、7本フライトあるんですけど、やっと去年の秋ぐらいに月に1、2本フライトが入るようになってきて、今ももう少し増えてはいるんですけど、前よりは全然フライトは少ない状況です。で、それに伴って、そうで、前、パリでのステイでの違う動画も上げさせていただいたんですけど、機内でのサービスもすごいゴロッと変わって、で、ステイも今まで1日とか2日あったステイが日帰りになったりなど、まだまだ今までとは違った状況での乗務が続いています。で、それに合わせて去年はエミレーツも他の外資の会社と同じようにクルーの人数を減らさないといけなかったりなど、私たちにとってもすごい不安な日々が続いていました。で、最近は在籍するクルーの希望者に最低1ヶ月から数ヶ月の無給休暇というシステムが取り入れられていて、フライトスケジュールもゆったりしているので、私も3ヶ月の休暇をいただいていて、今関西に帰ってきています。もう少ししたらまたドバイに帰ろうと思ってます。そう、 YouTube がこの編集を最近の動画は結構自分でやったりもしてたんですけど、思ったよりも時間がすごいかかりすぎて、なかなかすごい苦手なので、新たに AD の方に企画と編集をお願いしてやっていこうと思います。イエーイ、はい、そうなんですけど、そう、しれっとそれに合わせてチャンネルの名前もチカチューブログからチカチューブに変わってます。なので、こういう動画あったら面白そうとかっていうのがあれば、ぜひコメント欄に書いていただければ嬉しいです。今まで通り客室乗務員に関する動画を上げるのももちろんなんですけど、日本にいるからこそ撮れるようなこともあると思うので、なので、そういった動画も見ていただければなと思ってます。はい、そんな感じで、はい、これからもチャンネルを見ていただければ嬉しいです。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。この木を、これが木生えすぎ